卓上用の石油ランプ。本来の燃料は灯油だったが、現在は安全性に優れすすや匂いも少ない、専用のランプオイルも使われる。古代地中海世界の西洋風のものは洋灯とも言う。日本では日本や中国などの伝統的なデザインのものはランプと呼ばないことが多いが、オリエンタルランプなどと呼ぶこともある。液体燃料を用いるものは油、固形燃料、 ガス燃料などを燃料とし、燃料に応じて、油灯、アルコールランプ、ガスランプなどと呼ぶ。発酵部と燃料タンクが一体化した構造が多い。ガスランプの場合は、圧縮ガスを蓄えるタンクを接続したものが多いが、外部からガス管で供給する構造のものもある。ランプの原型は粘土を焼いた皿に、植物油などを注ぎ一本の灯し身を乗せて火を灯すものだった。 死よ人よ物語の有名なアラジンと魔法のランプに登場するものも油の器にとってと口があり、その口から通し身を出して火をつけるものである。燃料は古代から中世までは魚油、オリーブ油などの植物油が使用されていたが、近代では原油なども使われた。幕末にマッシューペリーは日本に来航し、開国を迫ったが、その目的は当時、原油目当てに、 日本近海で盛んに創業していた自国捕鯨船の補給拠点を作るためだった。日本では明治になるまで屋内では植物油を燃やすアンドンが用いられ、携帯用としてはろうそくを使う超鎮、岩銅が使われている。石油が採掘されるようになると、ランプの燃料は灯油に完全に置き換えられ、電力が普及するまで一般家庭の照明をろうそくと二分していた。石油を 金属製、またはガラス製の油壺に入れ、口には口金をつけ、刀芯を差し込み点火し、燃焼部をホヤで囲って風で吹き消されるのを防ぐ。刀芯はネジで上下した。筒で汚れたホヤの清掃は手の小さな子供の仕事であった。種類としては吊り下げるものと据え置くものとがあった。一般にろうそくの方が高価であるため、ランプは 貧しい家庭の照明を担っていた。特殊な用途では、炭鉱や鉱山などで酸素濃度低下や可燃性ガス濃度上昇を検知する簡易検知器として、東洋燃料に用いる小型携帯安全灯が用いられていた。日本にトライしたのは、蔓、ま、延元年、林道会が渡米した友人からもらい、草水で添加したのが最初であるという、慶応頃から次第に普及し、 その明るさを称賛され、明治5年には家々で点火され、明治15年頃にはランプ防国論なるものさえ持ち上がった。平ら心から遠心、両心が起こり、空気ランプから白熱マントルランプが現れ、その一方では携帯用のカンテラも派生し、電灯が普及するまでは王者の位にあった。現在でも電気が利用できない奥地の山小屋などでは、 現役で用いられている。現在は、ランプ、ランタンの光源は、電気で発光する電球、光電灯、LED などが普及したが、電力の普及していない国や地域では、未だにろうそくを使った、キャンドルランプ、ランタンや燃料式、ランプ、ランタンが多用されており、また、アウトドア関連のレジャー用途から、電力消失時の非常用、または軍用などにおいても根強く使用されている。 現在のレジャー用燃料式ランプの主流は、より明るさを求められた結果、カートリッジボンベ式のガスランタンや、加圧式、ホワイトガソリンに移っているが、取り扱いの容易さや燃料価格の安さから、灯油ランタンも引き続き使われている。近年 LED 方式の懐中電灯やランタンが登場し、これらは全般的に軽量で、消費電力が少なく、衝撃にも強く故障が、 少ない、また明るいという利点を持っており、燃料式ランプのメリットは失われつつある。LED 式のもの中には、充電池を併用した太陽電池や手回し発電機を備えていて、乾電池の補充や交換が不要なものもあり、災害時や登山時にも活用されている。カンテラオランダ語のカンテラが語源であるが、カンテラは英語のキャンドルのことで、ろうそくや食台を指し、オランダで、 石油や電気のランプをカンテラと呼ぶことはない。日本では乾電池式の懐中電灯が普及するまでは、労働現場などで一般的に用いられていた蛍光用のランプをカンテラと呼んでいた。海運や鉄道などの交通、運輸の現場では、夜間の信号機及び合図用道具として、反射鏡と赤色や緑色の着色フィルターを備えた灯油ランプや、 カーバイトアセチレンランプが用いられていて、カンテラと称されていた。これらは、一般的な携帯用照明の用途とは異なり、夜間や地下などの視界が明瞭でない時に合図バタの代わりの合図灯として使用されるもので、鉄道においては、一般的に白、赤、緑の三色切り替え可能なものを用いる。現在の携帯用合図灯は乾電池、または充電池で白熱豆電球。 または LED を点灯する方式のみであり、油灯やガス灯は用いられていない。また、鉄道においては、降雪時などに分岐器の凍結による不転換を防止するため、分岐器の稼働部分に、融雪カンテラと呼ばれる石油ランプ状のものを設置し、火を焚いて、氷結を防いでいるが、こちらも、一般的なカンテラの用途とは異なるものである。融雪カンテラ自体も近年は、 電熱式ポイント融雪機の普及によってあまり見られなくなっている。また、日本においては、鉱山等で使われる灯火もカンテラと称される。これらは灯油などを用いる灯具に限らず、カーバイドから発生させたアセチレンを燃料とするものもあり、メタンガスなどへの引火対策を施した安全灯や電池式のものも含み、頭部に固定するヘッドランプもカンテラと呼ばれることがある。 日本で使用されていたハリケーンランタン LED を使用するソーラーランタン英語のランタンから、オックスフォード英語辞典によると、ランタンは手に下げるか持って運べるランプであり、ランプの一種である。ランタンとランプは同一語源で古代ギリシア語で松明を意味するランプターという単語からローマ時代に分かれたものという、東洋のちょアンドン、天灯なども英語ではランタンである。 ガソリンランタン燃料としてガソリンを使用するもの。ケロシンランタン燃料として灯油を使用するもの。ハリケーンランタン燃料タンクから左右に2本の支柱で煙突部分につながる構造で、蓋のある煙突を持った高点加でも使用できることに特徴があるものをハリケーンランタンと呼称し実用ランプとして普及している。原型は1833年のブルーノニーヤの特許による ハリケーンランタンでは2本の支柱は煙突部分から熱せられた空気が上に上る基準を利用し空気を下に送ってバーナーを吹き上げるための通路になっており強風や浮かでも安定した燃焼を行える煙突の真上にパイプが伸びており左右の支柱に振り分けるタイプは燃焼後の暖かい空気を 直接バーナーに送り込むものでホットブラスト、煙突の横から直接左右の支柱に振り分けるタイプは、冷たい空気を混合して、バーナーに送り込むもので、コールドブラストと呼ぶ。ホットブラストは高温度の空気をバーナーに送るため、生成度の低い灯油も使用できる利点があるが、白灯油を使用する一般的な使い方では、コールドブラストの方が明るいため、ホットブラストはあまり普及していない。 ガスランタンアウトドア用のガスランタンは小型軽量かつ調理用バーナーとボンベが共用できる。ガスランタンが登場する以前は白灯油やホワイトガソリンを燃料とするものが主流であった。キャンドルランタン光源にろうそくを用いたもの。蛍光灯ランタン光源に蛍光灯を用いるもの。電源には乾電池などを用いる。LED ランタン光源に発光ダイオードを用いるもの。 電源には乾電池、手動発電機、太陽電池で充電池を充電するものなどがある。光色は白色、暖色があり、そのどちらかもしくは両方の色を発光できる。LED の低価格化が進んでからのレジャー用、非常用ランタンは燃料式に代わって乾電池を用いた LED ランタンが広まっている。ありがとうございます。